第34代のチャンプは一体誰に。5秒切ります。3秒2秒、ファイナル優勝戦スタートいたしました。1番の浅香が切る、浜野も切っていく、池田は切り損ねて伊藤の方が前に行った。3番の浜野が切りました。5番の小林刑事も2番手、6番の高橋は3番手、うまくインコをさばいていくか。池田のコース取りがちょっといいところを走っている。残り9周、5番の小林が頭に立つか。3番の浜野が開けてくる、先行します。そして6番の高橋が2番手浮上、1番の浅香4番手、小林との2番手争い。後方下がっているのが4番の片平と8番の伊藤信夫、3番の浜田が逃げています。6番の高橋が2番手、残り8周、集団上がってくるか。5番手のうち7番の池田、落ち着いてさばいていきます。3番の浜田が逃げていきます。6番の高橋が2番手、5番の小林が3番手、4番手上がっていくか。浅香をさばいた7番の池田、4番手浮上。レースは残り7周、後方泣きが入っているか。4番の片平8番手、7番手8番の伊藤、昨日の勢いはどうしたんだ。3番の浜野が逃げている、持つことができるか、こらえることができるか。6番の高橋の懐、5番の小林またも覗いてくるのか。池田はどうした、伸びを欠いているのか。3番の浜野バックストレッチ、そして6番の高橋が落ち着いてさばいてくるか。さあ池田が3番手上がってくる、池田が3番手上がってくる。突然スイッチがオンに入りました。池田3番手浮上。レースは残り5周、3番の浜野リードは一車身、6番の高橋が2番手、インコース入ってくるか。7番の池田3番手から気を伺っています。大胆素敵な持ち味を見せるんでありましょうか。もう後方伊藤と片平はちょっと苦しい、岡部もダメだ。さあ3番の浜野の後ろ、逆転があったか。7番の池田がさばいてくる、7番の池田がさばいてくる。2番手上がりました、2番手上がりました。さあ前を行く浜野を捕まえて引き離す展開に持っていけるか。まさに勝負のキャッチアンドリリース。3番の浜野がこらえている、7番の池田が追う。2者のマッチレースか、3番の浜野か、7番の池田正和か。3番の浜野が地元の意地を見せている。7番の池田、2、3の死闘で突っ込んでくる。突っ込めない突っ込めない、ちょっと煽ったかぶった。残り2周を切りました。最初から最後まで残ることができるか。2周長くなった分3番の浜野こらえている。さあ1人 V 力を始まるのか。いや7番の池田が近づいている、7番の池田が入ってくる。レースは残り1周、池田が入ってきた、池田が入ってきた。浜野が外を振ってインコースどうだ、内を締める、内を締める。浜野は突進、浜野は突進。さあ勝利をかけた、勝利をかけたか。7番の池田がこらえる、近くで遠い1着がまたもや入ってくるか。ゴールイン、ゴール前変わったか、どうでしょうか。